はい、皆さんこんにちは。今回は第69回ということになります。The monitors pass their notes to supervisors who in turn send the information to the central communication room. まあ前回の続きで、この傍受室ですね。傍受した人は、まあ、これ英語が非常に堪能な人たちですよね。このメモをですね、スーパーバイザーが上司に渡すわけですね。で、上司はその代わりにこの情報を Central Communications Room って書いてますから、中央伝達室っていうんですか、そこに送ると。で、そこから Entire Air Raid Alert System Western Japan was informed。この西日本の全 Air Raid Alert っていうのは、これは空襲警報ですね、のシステムが伝達されたと。The whole operation took only minutes. 全てのこの操作、オペレーションっていうのは、行動は数分しかかからなかったと。まあ、それはそうですよね。防空警報を早くしないと、えらいことになりますからね。そういうふうな、だからモニターの仕事っていうのは、めちゃめちゃ大事だっていうことですね。もうね。で、彼らは、どんなことを聞いたかって次に書いてますね。As the bombers entered the Japanese airspace, the monitors picked up snatches of conversation between air crews, enabling the supervisors to estimate which areas of Japan the planes meant to attack. で、これ、まずは、同時進行を表す時ですけども、まあ、bombers ってのは、この場合は当然アメリカの爆撃機ですね。まあ、B-29 が日本の上空を、領空に入ってきた時に、モニターですね、傍受している人は、スナッチっていうのは、これは動詞ではこうひったくるっていう意味ですけど、この場合はほんのかけら、断片的なって意味ですね。断片的な会話をピックアップ、まあ、傍受したわけですね。誰との会話かというと、エアクルー同士、まあ、操縦飛行機に乗ってる B-29 の爆撃機の中に乗ってる人たちの間のその無線を聞いてるわけですよね。で、そのことによって、スーパーバイザー、上司は、estimate、ね、見積もることができたと。Which area of Japan the planes meant to attack? だから、日本のどの地域を飛行機が攻撃する意図であるかということを見積もることができたと。なんか着陸、目標、ターゲットまであと何分とかね、何とか見えるかとか、なんかそういう会話を傍受してるわけですよね。The information along with the intercepts of radio messages to and from ships at sea was typed out for later analysis. で、こういった情報と、あと along with だから何と一緒にって書いてますけど、これは航空機のね、爆撃機のエアクルーの傍受ですけど、それとはまた別に、海上での船ですね、船の to and from だから、海上での船と、アメリカの船と船とのやり取りの無線のメッセージのインターセプト傍受とともに、こういった情報が後の分析のためにタイプアウトされて残されたわけですね。It all helped Hada and Oya to gauge the enemy's strength and intentions with remarkable accuracy. で、こういうことを全部が、Hada とか Oya って将軍の名前ですけども、何をするのを助けたかというと、ゲージっていうのはこう、ね、測るっていうんですか、まあ、アメリカの enemy's strength ですから、米軍の能力、力と、それから意図ですね。それを with remarkable accuracy って書いてますけど、ものすごいあれですね、正確さで測ることができたということなんですよね。はい。この with accuracy ってなってますけども、これはもうね、文法で with プラス名詞は、これは副詞になりますから、この場合の with accuracy は言い換えると、当然、アーキュレットリーと、こうなりますよね。はい。アーキュレットリー。はい。だから、remarkably accurately と、副詞が2つになりますけどね、そうなったらね。はい。いずれにしても、この傍受をする、モニタリングルームにいるモニターの人たちは、防空警報それに非常に役立ったんですよね。彼らがいなかったら、もっと死傷者が出たかもしれませんよね。